乗ってきましたけどね。いやアクセス最高だったんですね。このまま折り返しの列車が出るんで、どこだっけ、運営所はこっちかな、かまど駅来ましたね。いやー、果たしてこの駅何があるのかよくわからないというか、なんか特に何もなさそうな感じがプンプンしてるんだけど、あ、見事にちょうどこの駅で行き違いなんですね。まあ行き違いというか線なんで行き違い構造ではないんですけどね。これでまずぐるっと見て、あ、この前行った美濃赤坂は省いてますけど、これで一応関ヶ原、岐阜行って美濃大田行って多治見から蒲田まで行きましたよということで、まあなんやかんやとここのところぐるっと回ってますね。まあもちろんもう元はね鳥に取りまくってますけどね、多分普通に切符買って乗ってったら多分もう3000円ぐらいになるんじゃないかな。ということで蒲田ですね。市としては水波市なんですね。水波でもだいぶ北の方に上がった方になってくると思いますけど、でちょっと気になったのがこの蒲田っていうところが、いや今そこにね出てますけどね、なんかね白狐伝説のところらしいんですよ。いや今ね実はたまたまね、たまたまなんですけど、なんかホロメン聖地巡礼みたいな企画でね、いろいろとね、無理やりこじつけて、ホロメン の聖地巡礼をしてみようみたいなね企画を、やってみたらどうなるかなっていうんでね、まあね何せ四日市はねもういるだけでね聖地巡礼というあれがあるんですけど、まあ他のところはね何かしら作っていかないとなんですけど、バーチャルなんで意外とねそのリアルにゆかりのある人って少ないじゃないですか。二次産地だとね、うんごちゃんが うどんの駅だったりね、でもそれぐらいだよね。そんなにがついね、あるところも少ないですけど。なんでね、まあいろいろとね、無理やりこじつけてね、ここをホロメンの聖地巡礼とする、聖地とするっていうね、企画でもやろうかなと思ってね、今ふっと見とったらね、めちゃくちゃ白狐ってなってるんでね、めちゃくちゃこれは、ふぶちゃんに行けるんじゃないかと。いう感じがね、ふつふつってなんですけど、なんかね、なんか言われがあるのかな、その白いキツネってなってますからね。白狐でいいのかな。白狐だとあっちになるよな。虎になるもんな。でなんか。離れたところには温泉もあるらしいですけどね、その白狐温泉っていうのがちょっと気にはなるところなんですけど、ちょっとね公共機関でも行けない感じなんで、また改めてちょっと車で行く形になるのかなと。こっちでいいんだよな。不思議な構造だな。なんでそこに線路が来てんだ。よいしょ。あれか、昔は貨物の流通とかやってたのかもしれませんね。はあ、なるほどね。はあ、かまど、そうだから、なんかここだけちょんとなってますけど、たまに関西線のどこだったっけ、これとかでもちょいちょい見ますね。関にもあった気がするし、あそこなんかにもありますよね。あ、そう、こんな感じで、これだ。郵便の立ちに、なんか、かっぱ伝説のあるところもあって、で、ここになんか白狐温泉っていう。これはちょっと気にはなるけどな。あてに、キャラクターの名前はカマドンナ。カマッパ。カマドラ。なかなか、なかなか、
パワープレイで。あ、優先機なんだ。あとに。あ、大丈夫ですか。あ、いいですか。はい。はい。あ、はい。水波なんだな。水波。こんな感じなんや。初めて来ますね、さすがに。なんかやるんや。2023年11月12日、かまどです。かまど駅にキッチンカーやる点が詰まります。来週じゃないですか、ここだけ切り抜きにしてショートにしてあげときましょう。ちゃんとバズらせましょうね。はい、さすがにね、うち通常の、放送タイミングで行くと、もう、下手してやっぱり、来年のゴールデンウィークとかに流れてる可能性がありますからね。いくつかお蔵入りにするかな。ここなんか起点になってる。岐阜県。何の起点なんだろう。まあ、時間も結構ありそうなんで、駅前散歩にするか、考えながらちょっとブラッとしてみましょうか。結構意外と観光スポットっぽくなってるんですね。一応こっから水波駅の方に向かっていく途中になんかその温泉施設とかもあるらしいんですけど、ちょっとよく分かってないんで、旅館みたいなんでね、日帰り温泉があるのかちょっとわからない。まあ、また改めて、誰か、フォローリス、あわよくばね、スコンブの方とかね、引き連れていくっていう手もありますからね。昔な、なんか確かに温泉街みたいな、さ、昔ながらの感じがありますね。便利や、散髪や、結構ポストがパンチこまめになるね。あ、飲み物買っといてもいいか。飲み物買っとこう。